縄の方言でイヌビとは何のお魚でしょうか。これはですね、結構人気なお魚ですね。こんにちは、バラギ先生のまるごとダイビング TV、 インストラクターの小渕です。このチャンネルではこれからダイビングを始めたい方や初心者の方のお悩みをまるごと解決していきます。小渕さん、はい、ダイビングっていうか、はい、海の不思議なことをちょっと聞きたい。お、何ですか？地域によって魚の呼び方って違うよね。はいはいはい。なんか聞いたんですよ。何を聞いたんですか？変な名前を。おおじさん。ああ、はいはい、有名ですよね。初めて聞いた時びっくりしました。そうですよ、ね、はい、魚の名前ってやっぱ変わったの多いですか？そうですね、特にやっぱり沖縄の方言だと変わった名前のお魚たくさんいますね。そうなんですね。はい、沖縄の方言って独特ですもんね。そうですね、普通の方言も独特なんですけど、お魚の名前も結構面白いですね。ちょっと今日魚の名前教えてもらってもいいですか？わかりました。じゃあ今日は沖縄の方言での魚の名前を紹介していきます。お願いします。はい。さっきのおじさんは沖縄の方言ですか？はい、そうですね、沖縄では姫路類をまとめておじさんと呼ぶところもありますね。そうなんです。はい、ただ和名でちゃんとおじさんっていう名前のお魚もいます。あ、そうなんですか。はい、じゃあいずれ僕が紹介されたおじさんも正式な名前では？そうですね、多分ちゃんとおじさんっていう名前のお魚を紹介されたはずです。沖縄特有ではない。普通にお魚屋さんでおじさんっていう名前で売られてたりもしますね。はい、水中で群れてたら、はい、おじさんの群れがあるとか。そういうことですね。おじさんが群れで泳いでるっていう紹介するんです。あ、そうですね。なんかもっとこう沖縄の方言独特なやつっていうのなんかありますか？ちょっと方言とは違うかもしれないんですけど、沖縄で浜崎の奥さんと呼ばれるお魚がいます。浜崎の奥さん。はい、もう全然魚じゃないから。そうですね、奥さん人間じゃんっていう感じなんですけど、沖縄では赤い湯というお魚を浜崎の奥さんと呼ぶそうです。うん、そうなんです。はい、実はあの高級魚だそうで、食べるとねすごく美味しいお魚なんですけれども、場面はねトガリエビスというお魚になります。ああ、そうなんです。はい、なんで浜崎の奥さんって呼ばれるようになっちゃったんですか？なんかどうやら浜崎商会の奥さんが毎日このお魚を市場に買いに来てたそうなんですね。なので浜崎の奥さんというふうに言われるようになったと、まあ、そういう説がありますね。はあ、浜崎の奥さんがそのトガリエビスの味かなんかに惚れ込んじゃったんですか？そうでしょうね、きっと美味しいしいいお魚だからっていうので、しょっちゅう買ってたらいつの間にかそう呼ばれるようになっちゃったみたいな、そういう説が。浜崎さんっていうのが地元の名士の方の名字になっているそうなので、うん、有名な方だったのかもしれないですね。そうなんですね。あとは高校生と呼ばれるお魚もいますね。高校生？はい、高校生。これも方言というか八重山地方でこう呼ばれているそうなんですけれども、はい、キツネウオというお魚なんですね。はい、でなんで高校生なのかというと、魚のその体の横側にあの通ってる黄色いラインが、八重山にあるある高校のかつて使われていたその工房に似てるそうなんですね。はい、それだけですか？それだけですね。これもそういう説があるっていうお話なんですけれども、はい、キツネウオ。はい、そうですね。で漁師さんが揚げた時にそれ見て、はい、高校生たちみたいだなみたいな。そうですね、それ似てるので多分そういう風に呼ばれるようになったんでしょうね。オブさん、ちゃんとあの、はい、沖縄の方言の魚、はい、教えてください。方言じゃないって気づかれてましたね。はい、はい、なんか全然違う感じでした。そうですよね。じゃあ沖縄の方言でのお魚の名前クイズを出していきます。お、やった。全部で7問あるので、はい、一緒に考えてみてください。わかりました。はい、はい、じゃあ第1問です。はい、沖縄の方言でミーバイとは何のお魚でしょうか？ミーバイ。はい、ミーバイです。でもそもそも僕そんなに魚詳しくないんで分かるわけがない。クイズにしない方が良かったのかな。ミーバイ。はい、ミーバイ。はい、分かりません。はい、ずー正解はハタです。ハタ。はい、ハタは知ってますか？見たことは。ハタはなんとなく、伊豆にもね、いろんなハタいますけれども、ハタのことを沖縄でミーバイと言うそうです。総称みたいな。そうですね。はい、そうですね。はい、じゃあ第2問です。はい、沖縄の方言でイラブチャーとは何のお魚でしょうか？イラブチャー。はい、やっぱ分かんない。ブブー。あー、はい、すいません。はい、正解はブダイです。
ブダイ、はい、あ、ブダイはなんか聞いたことある。本当ですか、はい、伊豆にもいますよね。そうです、はい、なんかカラフルなイメージ。あ、そうですね、そうですね、はい、沖縄ではね、よくね、食用にもなってますね。はい、じゃあ続いて第3問目です、はい、沖縄の方言でミジサバとは何のお魚でしょうか。いや、やっぱりわかるんですけどもうなんかヒントないですか。じゃあヒントはですね、美ら海水族館でも結構人気かも。結構人気か。でも一番人気はだって美ら海水族館って言ったらジンベエザメじゃないですか。そうですね、結構人気ってことはジンベエザメである。出題のヒントの出し方が悪かったですね。あ、もしかして、はい、正解は、はい、ジンベエザメ。正解です。今楽しいのは小渕さんだけですね。じゃあ続いていきましょう。じゃあ第4問です。沖縄の方言でカマンタとは何のお魚でしょうか。今もう入ってましたよね。あ、気づいちゃいました。マンタ。正解です。これ分かった人多いね。そうですね、はい、分かりやすかったですかね。科学。そうですね、ちょっと面白い。じゃあ続いて第5問目です。沖縄の方言でイーブとは何のお魚でしょうか。全く分かんないです。大きいですか小さいですか。あ、ちっちゃいですね。すいません、聞いといてなんですけど全然わかりません。はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあ答えはハゼです。ハゼ、はい、はいはいはい、なんかいろんなハゼいますね、まあ、そうですね、ハゼの総称でイブと呼ばれることもあるそうなんですが、一部ではハタタテハゼのことを指して言うこともあるそうです。うん、面白いです。そうですね、じゃあ続いて第6問目です、はい、沖縄の方言でアヤビカとは何の魚でしょうか。わかりません。多分見たことあるんじゃないかな。あ、本当にですか。エントリーエキジット付近によくいるかもしれない。ソラスズメダイ。あ、ではないです。正解は親ビッチャです。親ビッチャ、はい、はい。私もなんか親ビッチャってもそもそもその名前が沖縄の方言かと思ってたんですけど、はい、沖縄の方言だと親ビッチャをアヤビカと言うそうです。そうなんですね、はい、親ビッチャって調べると画面の図鑑に載ってますね。これいつでも見られるんですか。いつでも見れますね。横浜のエントリーエキジット付近で水面付近で見てもらうとしましまのお魚いると思うので探してみてください。わかりました、はい、では最後の問題です。沖縄の方言でイヌビとは何のお魚でしょうか。これはですね、結構人気なお魚ですね。有名です。有名ですか。はい、ノンダイバーの方でもね、結構知ってるんじゃないかなと思いますね。ちょっと最後は見たいんでヒントください。わかりました。ね、映画にも出てきました。映画になった魚。そうですね、映画になった魚。僕の中では、はい、サメかクマノミしか出てない。おー、二択。いいですね、いいですね、はい、どっちでしょうか。サメ。ズブーン。クマノミです。はい、正解はクマノミでした。クマノミ、クマだけど犬みたいですね。なかなか難易度の高い7問でした。そうですね、ヒントもね、ちょっと出しづらかったですね。答えいっちゃうみたいな、ね、感じでしたね。はい、やっぱ変わった名前多いですね。そうですね、地域によっていろんな名前で呼ばれているんですけれども、潜った後に豆知識的な感じでこれは実はこういう名前でっていうのがね、あるとログ付けもね、楽しくなるんじゃないかなと思います。そうですよね、はい、まあ、本当に魚見るのもやっぱ大事に関したんですかね。そうですね、はい、あとは英名で覚えるのもね、面白いと思いますよ。英名か、はい、そっちはかっこいいですね。そうですね、面白いよりかは、そうですね、かっこいいよりかもしれないですね。ゆうしくん、GT とかって聞いたことあります。GT? はい、GT。 全然わかんない。 GT はですね、ローニンアジというお魚ですね。ローニンアジの GT、はい、そうなんです、大きなアジなんですけれども、ダイバーの中で当たり前の。そうですね、釣り人とかも結構知ってるんじゃないかな。わかりました、ちょっと、はい、今日ダイビングのスキルじゃなかったですけど。そうですね、今日はちょっと、はい、番外編ということで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、今日の動画が参考になった、勉強になったという方は、チャンネル登録と高評価、そしてシェアをよろしくお願いします。あと、YouTube で話せない内容を LINE でも配信してますので、よかったら概要欄から LINE 登録もお願いします。このチャンネルで取り上げてほしいテーマやご質問等ありましたら、コメント欄に入れていただければ、今後の動画の参考とさせていただきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日は本当に気の抜けた脱力できる動画でしたね。そうですね、たまにはね、こういう動画もあっていいかなと思いますね。僕、いずれおじさん聞いた時結構衝撃だったんですよ。
そうですよね、やっぱり初めて聞こえってなりますよね。おじさんの反対ではないかもですけど、実はおばさんと呼ばれる、いや反対ですお魚もいますね。おばさんがいるんですか。はい、地域によっても変わるんですけど、千葉だとヨシキリザメのことをおばさんと呼ぶそうです。全然違うじゃないですか。サメですよ。そうですね、サメなんですけど。あとはババちゃんと呼ばれるお魚もいます。ババちゃん、はい、おばさんの次はババちゃん。ババちゃんですね、はい、はい、これはですね、田中ゲンゲという深海魚なんですけれども、はい、鳥取の方ではね、こういう呼ばれ方してますね。でも深海魚はダイバーは見れない。そうですね、見るっていうよりかは食べる方ですね。美味しいんですって、すごい。おばさん、はい、でも鳥取は鳥取で潜れる。そうですね、鳥取もダイビングポイントいくつもあるので、よくうちでもツアーをやった時に鳥取ババちゃんツアーというのがあって、潜るんですけどグルメも楽しもうっていうので、向こうで食べられる田中ゲンゲ、そのババちゃんを食べようっていうツアーがありますね。すごいですね。そうですね、潜ってババちゃん食べて砂丘も行けてる。あ、そうですね、鳥取砂丘も行きますね。なんかちょっと、はい、その地域ごとの楽しみを覚えるかもしれないですね。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。